はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、じゃあ今日もいつものようにやっていきたいと思うんですが、ちょっと依頼先にやろうかな。依頼が来ている。また新しいの来ちゃった。魔女リマレイの復活。あ、さっきのあれだ、邪神像を調べよう。あ、ろうそくの火を消せばいいんだ。で、今回は一人で調査しハーピーを退治せよ。これをやろうかな。古代神殿の遺跡ね。え？あれだっけ？仲間の合流禁止は竜の天国邸で設定できる。あ、じゃあまずそれをやろう。そうしないと仲間が勝手にやってくるからね。どれどれ。まず酒場に行って、ここら辺なんかあるの？あ、禁止って選べばいいんだ。で、ハーピーを一人で倒せと。じゃあ行ってきますか。ハーピーは、もう一人で行けるでしょ、もう。17だもんね、レベル、ほら。古代エリシア文明の神殿の遺跡にあれはも未う、だ仲間多くにの謎助けてやもらうこ財とはで宝きがないんだ。残る。神話に残る古のドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられている。これなんだろう。攻撃力が大幅に増加する。そう、いや、画面外に行ったのかな。あ、これはこいつに当たったのかな。クロスボウもおらい。いや、一人だとあれだな、戦わなきゃいけないのか。逃げろ逃げろ。ここにももう一個クロスボウがある。よし、まともに戦わないずるい戦い方でやっていこうかな。それがマグらしいでしょう。君たちが争いの場に駆けつけると、バーバリアンの勇士ローランはちょうど戦いを終えたところだった。彼はギルドの中でも一二を争う屈強な戦士だ。誰とも組まないローランは主にこの地域を一人で冒険している。君たちは彼と情報交換したことで遺跡内の手がかりを得られた。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？ハーピーなんだから上に行きます。ハーピーの遺跡。あ、まだあれだ、リングがないんだ、ここ。ハーピーは見た目とは裏腹に旅人や冒険者を襲う残虐な怪物だ。出くわさないに越したことはない。ヘビにやられるという、結構貴重なシーンが見られた。痛え。ん？宝奪われた。待て、奪うんじゃない。宝は返せ。おお、返せた。取り返した。あ、お前隠れてやがった。これなんだっけ。股が一個だけあるけど。まあ、いや、わかんねえや。多くの軍勢は水路を通ってやってきているようだ。積み荷も船から降ろされたものだろう。これは緑だね。よいしょ。わー、危ない。ゆっくり。あ、逃がした。まだ食うの？おお、まだ食べるの？最大 HP を超える量の。かかってきなさい。いや、楽でいいね。
古物は消毒だパターンで。よし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 。武器だらけだな、ほんと。あ、消毒だ。あ、いけ。ちょっと近すぎた。待て、黄色と緑、うん、おー、そんなだったとは。いいね、一瞬で倒せたよ。来たね。どれ、はい、どれどれ、楽勝。あら、よし、行くぞ。いや、一人で戦うとあれだね、なんかいかに今までサボってきたかが分かるね。これまだ終わってなかった。倒し終わってなかった。これなんか毒になってる。そんな効果があったのこれ。刺さっちゃった。無敵回避だったんだけど、これ。うわ、なんだこれ。こんなんいたっけ。石像の頭。お、振ったらすげえ速くなった足。ほら。足は？壁画を調べると壁の奥は空洞になっていることが分かった。よし、頭持ってよ、頭。あれ？頭の攻撃を食らい。頭の攻撃を。いや、頭全然ダメだ。当たんねえのか。これは回復するか。じゃあ次、回復って満タンだった？もしかして。お、そろそろハーピーかな。意外と一人だとやられるもんだな。まだいたの。クロスボウだらけになる。
いや、ハーピーをクロスボウだらけで倒そう。来たね。というわけにもいかないのか。意外と一人って戦いづらいな。何？お、来た来た。あ、ハーピーをじっくり見ないから、ちゃんとあれなんだね。上の部分女の人なんだね。いた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 。あ、やられた。あ、でも威力が全然低い。もう向こう行けないの？あ、もう向こう行けないんだ。残念だな。じゃあ、ウォーペイントで分身。見えないよ。あら、意外と。あれですな、一人でも行けるんですな。この付近にはこうした巣が他にもいくつかあるようだ。さあ、これで依頼達成。他のハーピーに出くわす前に君たちは先を急いだ。あ、レベル上がり。ある騎士の捜索、これがやりたかったんでね。これはもうほとんどいらないでしょ。どれどれ、じゃあまずは依頼をクリアしたので依頼のところ行ってみましょう。ハーピーを一人で倒す。来ている。ある騎士の捜索。あら、羨ましい、羨ましくないかな。足がっちりガードされちゃってるけれど、魅了するハーピー。ハーピーの魔法で魅了された若い騎士は異形の恋人との逢瀬のため日夜巣に赴いていたようだ。相手は上半身が人間の女、下半身は巨大な鳥という異様な姿であるにもかかわらず、骨骨となった彼にはそれは粗末なことであった。粗末、待ってる。大きな羽を広げた恋人の胸に愛おしそうに顔をうずめ応用される騎士。彼はその相手に死別した恋人の面影を見ながら、背中に立てられた巨大な爪に引き裂かれてしまった。そ、ね、遺体を回収するだったからね。ね、まあ、これですね、 この足で引き裂かれちゃったんですね。ただこれを隠してこうしてたら何もわからないかもしれないね。これがサムネになるでしょう。確かに上半身は女性ですからね、ハーピーは。こんな感じ。またさらに追加。これは何だろう、紫水晶か。なんかいっぱいあるよね、確かにね。あ、これはまた時間かかる系だね。これはまた3つオープニングに使おうかな。で、これをサムネに使おうかな。これをサムネにね。こんな感じかな。ね、もう爪がすごいですよね。あ、そうだ、依頼じゃなくてスキル習得してない俺。でちょっとそれやろう。戻った。あ、10ポイントもあった。もったいないことをしていた。で、コモンはあんまり自分の中では使う価値があんまりないよね。ちょっとクロスボウめっちゃ使ってるから欲しいけど。カバンのアイテムスロットを拡張するって俺アイテムもあんまり使わないしな。まず先こっちか。衝撃波も欲しいし、反転回数の増加、あとはやっぱり、あ、ここら辺はダメなんだ。40以上、こっちも39以上。あ、欲しいやつは全然使えないですね。敵を連続で攻撃すると威力が上昇する。これはもらおう。合計レベル5以上だからまだ無理か。
クオペイントよっしゃ、これもちょっとレベル上げよう。でまた無理と、今あと5ポイント、これかな、これ好きだからね、ぐるぐる回るの好きなんで、まあ、たまに使うからこれも使ったり。でまたこれで覚えられるバーサーク、これもまた OK、 どんどん上に上がっていくね。でこれでスキル0、これでまたちょっと強くなるでしょう。よし、じゃあちょっと合流禁止になってるんで直そう。よし、じゃあタリスマンを1個取りに行きましょう。よし、前回と同じのは嫌だから、こんな感じにするか。レベル26か、22が一番低い、22が一番低いね。じゃあ22、これビルバロン地下要塞、これを行きたいと思うんですが、ちょっと先にウィキ見た方がいいな、これな、前回のパターンがあるからちゃんと見ますか。ビルバロン地下要塞、まあ、別に何も書いてないので普通に戦えそうな気がします。渓谷に築かれた地下要塞は現在多くの軍勢の制圧下にある。この国境の要衝を奪い返すため北欧軍の激しい攻撃が続いている。うわっ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 、戦ったふりまったく。ビルバロン地下要塞って何かあるんだっけ、何かあるんだっけ、これとこれしかない。不死を浄化もしくは魔法か、魔法使おう、これと青ね、青に合わせてこうか。くれてくれて、あー、なんか降ってきた、なんか降ってきた、なんか降ってきた、いてえよし、じゃあ頼むぞ、箱開けてくれ。誰か持って帰って、それ戦士が持って帰るのはちょっとね、お前は普通に戦え。君たちが踏み入ったのは敵軍の台所だ。取ったホブゴブリンの料理人は目を細めながら、飯はまだだと君たちを怒鳴りつけた。どうやら腹の減った新兵と勘違いしているようだ。君たちは一芝居打って彼女から情報を引き出してもいいし、気づかれる前に部屋から出てもいい。さて君たちはどちらの道を選ぶ。B ルートを選びます。新兵のふりをして前線の状況を聞き出し、激戦地である要塞の正面へ向かう。これですね。で、これどう？地下要塞、これだね。難攻不落のガーゴイル門に突撃した国王軍は多くの犠牲を出している。君たちは国王軍と共に戦い、その門の突破を試みることにした。あれ？敵出てこねえな。
あ、なんか持ってた。うわー、もったいない。わー、いなそうしのにいる。おー、なんかすごい魔法使うね。手を離せ。でこっち行こう。何？これ一個だけ？一個だけってなんだっけ？アイテム補充か。アイテム取ってからやろう。あ、ちょうどアイテムがありそうだね。出番だな。いただき。あれ、アイテムねえの？アイテムねえよ。いや、やるだけ無駄ならやらなくてもいいか。じゃあ次行くぜ。湧いてきてくる。お、アイテムをよこせ、アイテムをよこせ、アイテムをよこせ。アイテム、あれあれ、もう終わっちゃったの。せっかく爆弾取ったのにな。はい、戦士は持つな。よし、なんという雇い主でしょうね、本当に。F 台、また台か。あれどこ行った？って言った。素手がアップとかってやつだっけ？これは生き返らせられないね。いいです。あれ、ウッドゴーレム作ってくんないの？うわー、ここか、嫌だな。火の海なんだよな、これな。あー、壊すな、樽を壊すな。ほら、なっちゃった、ほら、なっちゃった、ほら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 。死ねる、死ねる、死ねる。あーちゃ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 ー、あー壊すな壊すな。あ、みんななんか体力減ってるな。君たちは両軍の砲弾が飛び交う激戦地に足を踏み入れた。うわ、あ、みんな燃えてるけど。わあ、ちゃ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 。これは何なの？これはこっちの魔法なの？痛い痛い。あ、誰か死んだ。ウッドゴーレムにして。ウッドゴーレム作れ、ウッドゴーレム作れ。食ってる場合か、ウッドゴーレム作れ。あ、ダメだった。これは扉開けるやつだっけ？青と緑。あ、ちゃちゃあちゃちゃ。急げ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 。あ、死んだ。開かずの扉を開く。え、何これ。あ、仲間終わった終わった。パーティー仲間のライフポイントがつきゲームオーバーになるとコンティニュー待ち状態になります。仲間の欄を選択すると所持ゴールド1750か。そんなに使うの？復活させることができます。
しょうがねえな。復活。あれ復活しなかったよ。あれタッチで、え、あ、こういうことか。ボタンが違ったボタンか。あ、これか、財宝かな。どこだっけ、隠れた財宝が手に入る。お、発見。いや、これは期待しますよ。こんなわざわざ隠せる、隠したところにあったんだから。 S、まあ A か。 A ランクの武器が手に入ったと。何回か回った後に来たら絶対 S だろうな、ここ。痛い。走り抜ける。いや無理だって、無理だったよ。逃げるぞ逃げるぞ。この先にあるのが悪名高きガーゴイル門だ。にそう、ほらほら、強固な門は大砲でなければ破壊できない。国王軍の大砲を使え。国王軍の大砲がどっかにあるのね。これか、バリスタだってなんかどっかで聞いたよ。面倒だ。あー、壊されちゃう、壊されちゃう。おー、死んだ。なるほど、まずバリスタに乗るのはまだ後だ。まず先にこっちまで見てボスを見よう。これが門なのね。いったい。いったい。大砲のまま。場所どこに。よし、じゃあバリスタ使おうよ。バリスタ、バリスタはもう使えないんだ。あ、持ってこなきゃいけないんだ、ここまで。あー残念、もう使えないんだ。なんだ、どうか。ウォーペイン、大砲が狙われている。破壊される前に砲弾を食らわせてやれ。これどうしたの。砲弾を食らわせてやれ。あ、砲弾が転がってんのか、大砲の弾で。どうですか。着火、松明で着火、松明で着火、松明はどこにある。鉄壁のガーゴイルゲートに亀裂が入った。おお、すごいすごい。大砲は壊されたが、あ、壊されちゃった。国王軍は次の大砲の準備を始めた。なるほど、面白いね。俺の斧どこ行った。ちょっと 俺の斧どこ行った。画面のこっちにあるんじゃないかな。あ、あったあった。ウォーペインともう一回使っちゃう。使ってから死んだ。あ、なかなか死ねる面ですな。ウォーペインもちゃんと戦ってくれんのかな。おしゃー、最後は蹴り。北欧軍の大砲も面白かった。地下要塞の重要な門を制した君たちを、なかなか面白い、ね、国王軍の兵らは称賛した。要塞奪回まで戦いはまだ続くが、君たちが手伝えるのはここまでだ。なるほど。よし、タリスマンを手に入れた。よし、これで帰っちゃおう。今日はね、ハーピーもやってるからね。
君たちは代々のタリスマンを手に入れた。なんかもうちょっと言い方ないの。代々のオレンジでいいよ。オレンジでもうこれはいらないね。 A ランクの割に弱いな。あー弱い。あれなんか今回あんまりいいのない。あ、これ開けてもしょうがない。こんな感じ。今日あんまり戦果がないね。イニシエのドラゴンを倒すためにはあと6つのタリスマンが必要だ。6つ。はい、じゃあね、また今回から動画1個ずつでね、タリスマンを1個ずつ集めるっていう感じかな。で、その1個前のオープニングで依頼をこなしていく、まあそういう形でやっていきたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いや、いいね、あれだけのスクランブル体制になるの面白いね、やっぱりね。